おはようございます。速稼塾の久保です。早速のご連絡ありがとうございます。そうですね、プレミアムファイナル、こちらの方はですね、私もちょっと肝入りでお届けしたいなということがあります。というのが、今みたいな状況でどんなビジネスも全部縮小してしまってですね、いわゆるビジネス全体のリストラクチャリングが行われている時に、不動の地位を占めているのが FX なのかなと思うんですよ。まあ FX がビジネスなのかどうかって言われたら、ちょっとね、そのカテゴリーに入らないのかもしれませんけども、とにかく動きのあるところが全て利益になると、動きのあるお金が全てキャッシュポイントになるっていうのが、この FX のね、素晴らしいところだなと思います。で、在庫仕入れもいらないですしね、広告宣伝費もいらないですし、もうパーフェクトなわけなんですよ。で、不況っていうものが、ね、普通は消費が落ち込んで、もう手も足も出なくなっちゃう。まあ一時ね、一部では駆け込み需要みたいなのがあったり、スーパーとかドラッグストアがね、行列作ったりもしてますけども、まあ単価が安いのと、じゃあ誰も彼もが、じゃあスーパーやドラッグストアが経営できるかって言ったら難しいですよね。スーパーやドラッグストアっていうのは基本的に自転車操業で、本当にね、日銭を追いかけてる、そんな商売なんですよ。なかなか難しいと思います。私もね、スーパーマーケットに大学出てから24時間勤務のね、スーパーマーケットにおりましたんで分かりますけども、本当にカツカツでやってるんですよ。ちょっとしたインパクトがあって、O157 とか流行ったらもう完全にですね、もう赤字になってしまうみたいな。相当体力があったりとか、融資してくれる銀行がついていないと、なかなか難しいところがありますよね。FX ってのは銀行いりませんのでね、借り入れを起こしてやるもんではないですから。それから今回始まる FX ファイナルなんですけども、まあ月商で1000万単位をね、やっぱり立ちどころに作っていく仲間のトレーダーがついてますんで、すごく頼りになると思います。どうかね、生涯の財産にしてほしいと思いますんで、また続報をお待ちください。今交渉中でございますんで、よろしくお願いします。一緒にやっていきましょう。